そのさっきの2階の人が批判してるっていうのは、我々みたいな人が分かるように言うと、どういうとこがダメだっいや、けみそれはね、極めて高度な話で、で、我々がね、理解できるかって理解できませんよ。たいな。そうそですれか、は、そういうレベルの。いや、もうむちゃくちゃ高度なレベルで、小林さんが理解できるかって言ったら、当面、今の知識では絶対理解できないほどのでも高度な問題でですもそよ。れは結構重要なことだってこと、それそうでがす。いいい正や、しいかどうどうかでしで、ょう。どうでしょそうでもないんですか。いいやいや、やいや、僕はそれもわかね、らない。ベースの理論はいいと思うわけよ。それをいかに計算するかって言ったときに、フリストンがね、その時にですね、まあ、そのマルコフ・ブランケットっていう話をしてるわけやん、ね。で、それは何かって言ったら、外部と内部にはね、ブランケット、まあ、ブランケットって毛布ですよね、があって、外部と内部はそこで仕切られてるという考え方なんや。ところがですね、外部と内部はね、完全に仕切られてるように見えるけど、お互いに関係があるというのが批判なのよ。書いてありますね。セパレーテッドバイマルコフ・ブランケットって書いてあって、外界の境界線がそういうもんだと。でね、これは僕がね、例えで言うたらこういうことかなと思ったわけ。例えばね、細胞を考えますと、ね。で、あれ、まあ、ミトコンドリアを考えますと、ね。で、まあ、我々、その近赤外の話を。ね、で、ミトコンドリア中の膜があってですね、この膜は、ね、一種のマルコフ・ブランケットみたいなもんで、ね、外から中へものが、ね、簡単には入れないわけよ。中から外に。それには入り口というものがあってですね、まあ、4チャンネルとかいろんなものがあって、そこを通って入り、出入りせんといかんわけよ。厳重にその管理されてる。だから細胞膜というのは一種のマルコフ・ブランケットだと思うわけよ。ところがね、我々ね、近赤外の話やね、近赤外光っていうのは、そこをね、細胞膜、まあ、ミトコンドリアの外膜をね、通過してくるわけよ。で、中に影響を及ぼすわけや。ね、これよ。これが、だからさ、このミトコンドリアの膜を、外膜をマルコフ・ブランケットと思ったら、実は穴が開いておるというわけですよ。それを、今のは例えですよ。ね、今の例えですよ。だけど、そういう話なんよ。で、ちょっと内容まではちゃんとは理解できませんけど、このお二方、マルチン・ビールさんとサセックス大学の面々は、本気で潰しに行こうとしてるみたいですね。つまり、側面攻撃でちょんと横からつつくんじゃなく、本当に根本の土台のところにガンとやって、全部崩しちゃおうみたいな姿勢が感じられますね。だから、根本から間違っとるみたいなことを言いたそうな感じがします。で、ただ、マルチン・ビルさんの方は、その今のマルコフ・ブランケットに穴が開いてると言ってるんですが、そこを、ああ、そうだねって認めたとしても、そこから切り離して、ベイズ推論をやってるんでしょってところは、生き残れるので、全否定にはならないような気がするんですね。で、一いや、方、そうですよ。だから僕はそう思うわけよ。だから、ところがね、1階の住人はね、全否定をしてるわけよ。理解不十分なまま。だけど2階の住人はですね、基本のベースの理論は多分否定してないと思うんや。で、その数学体系がにほころびがあると言ってると思うんや。そんな感じで、ただ、つい最近出てきたサセックス大学の、あともう一方、イギリスのオックスフォードかな、なんですが、こっちはなんか、まあ、いろんな点をつついてるんですけど、一つは、その自由エネルギーの F の値を下げるという、そういう原理では、ろくな問題解けないでしょと、よく知られたような線形の問題すら解けないじゃんと、だから、大幅な修正をしない限り、これ、成り立ってないよって言ってるようなんで、これに対してはどうなのかなっていうのが、まだ、この論文自体出たばっかりで、こちらの方々の、反論とか反応は全然知らないんですけども、やっぱりこれも相当土台のところにアタックしようとしてるっぽく読めます。いや、だからそれを言うには、その論文を読んで理解してから言わんとダメそうなんなんでよ。すよ。で、ところが、この論文たで9番目って難解で、そんなね、我々がね、数ヶ月で理解できるようなもんじゃないっていう気がするわけや。いや、本当にこの問題、ここらの問題ってね、極めて難解、数学的に難解の問題でね、正直言って我々ね、数年間勉強してきたわけよ。ね、それでもね、理解、根本が理解できてないと思うわけ。
それね、ちょっと勉強したぐらいで批判できるなんてとても思わないの。ちょっとまあ理解したいしてる人がいれば話聞いてみたらいいんじゃないですか。まあ、この人たちは理解してますよ。ただ、雑誌の記事は一応目通しましたけど、この人にとっては一般の人向けに優しく説明したつもりになってるんですよ。でもまだ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 難しいというのが実情で、だから我々が頑張ってこれを理解して、実はこういうことが書いてありましたよという一般の方々向けに噛み砕いてお伝えするというのはちょっと我々の仕事としてあるんじゃないかなっていう気がしてます。うんうん、でね、さっきのね、自由エネルギーの F って何やねんって、変分自由エネルギー F って何やねん。これもね、我々の最近のね、議論でね、あ、なるほどと思ったわけよ。例えばね、マイナスログ P か。これはエネルギーって定義する。で、こんなんナンセンスじゃないかって小林さんおっしゃったんだけど、これはね、僕はなるほどと思ったわけよ。でね、イニー先生はこれはね、ギブスエネルギーと呼んでるんだけど、なんでギブスエネルギーなんだって言った。これは僕はボルツマンエネルギーと呼ぶべきだろうと思ったんだけど、ところはですね、つまりボルツマン分布というのがあって、ね、P of X というのがエクスポネンシャルマイナス KT 分の E って、で、これにマイナスログを取ったら KT 分の E が出てくるんですよ。だからこれをエネルギーと呼ぶのは極めて自然だということが分かったわけよ。いや、だからこれをね、本当に理解するためにやっぱり熱力学を理解してないと僕はダメだと思うわけよ。で、フリーエナジーって何やねんって言ったときに、熱平衡状態になった時の熱力学的なフリーエナジーとですね、で、今ある、これ熱平衡になる前の緩和する前の状態、僕から初めてですね、緩和状態に行くと、ね、で、平衡状態に近づいていくと、この時の途中の分布の分布関数が9なんですよ。で、これで定義した9で、途中の非平衡状態で定義した変分自由エネルギーが変分自由エネルギーになる。だから最終的にある非平衡状態が平衡状態に落ち着いたら変分自由エネルギーが自由エネルギーになるんですよ。そういうわけで熱力学と非常にきれいに対応してるわけよ。ということがだんだん分かってきたわけ。だからね、いや、我々最初形式的なとこだけ見てたんだけど、その物理的な意味合いっていうのを考えたら、なるほどなって、まあ、僕らっていうのは、まあ、小林さんを除く我々は、ね、読んで追いついておきます。いや、その辺を分かるためにね、まあ、小林さんはね、現役のサラリーマンやから、この勉強会にフルに参加できないっていうのが辛くて、うん、で、いつもね、途中から仕事が入るんですよ、ね、もう会議の予定が入ってたらどうにもならないですからね。うん、それはしょうがないね。だからやっぱり我々みたいにさ、毎日が日曜日の人間、うん、羨ましいっすよ。もう羨ましいですよね。だから勉強集中したいっすよ。タイムイズマネーですよ。つまり小林さんはその分ね、タイムを打ってマネーを得てるわけやん。本当にですね、物理学者と数学の人との違いみたいなところ。あ、その側面もあるね。その側面も、ね、通説に感じるね。いや、でも私だって食い縁に困りさえしなければ丸一日中勉強してた方が嬉しいですけどね。なんかすごい事務的なことってもうめんどくさくて、これは僕ね、あとやっぱりね、半年かけても1年かけてもさ、理解したいと思うわけよ、徹底的にね。いや、それほど深遠な問題だと僕は思うんですよ。だから、まあ、細かい部分はともあれ、なんか今言ってたざっくりした理解っていうのは基本的には正しいんですよね、と僕は思うけど、ね、今言ったことはさすがに、頭が、脳、知能がざっくりとわけのわからん世界というものをどんどん特定して理解していくという過程が、F が減っていくというところなんだと。だから認識と、理解、学習と行動、そういうのを通じて世界モデルをどんどん特定していくっていうのが、自由エネルギーを減らしていくということに対応してるんだと。で、その数値モデルっていうのがどうあるべきかっていうところで、一つのなんか大胆な数式を出してきたのがフリストンで。いや、というかね、まずね、最初の部分ね、生命というものは、まあ、さっきの学習とか、知覚とか行動やらんといかんと、で、その枠組みはね、ベースの理論なんや。だからそこまではね、ね、多分小林さんだってね、一致すると思う、はい、それを数学的に実現するときに、フリーエナジーをミニマムするというので良いのかって話に。
そういう数学的な枠組みでそうなってるかと。で、うんうん、大まかには僕はなってると思うわけよ、うん。ただね、それがそうなんだってことをね、やっぱりね、理解 したいわけや。で、それは明日の勉強会に持ち越された。まあ、そういうことで、とりあえず、はいはい、またやっぱりちょっとセーラー服おじさんは、出直しということに、ね、出直しですね。次回続きですよね。そうですね。今日は、二階の住人を持ち出してきたんだけども、はい、それだけではちょっと松田先生は納得しなかった。納得しないと。いうオチでしたかね。うんうん、はい。じゃあ、そういうことで、一旦切ります。